どうもみなさん、こんにちは。ギガプロトです。今回ですね、モンハンワールドのログインボーナスですね、ログインボーナスの激運チケットですね。こちらこの画面でちょっとどこで確認するのかちょっとわからないんですけども、今僕がね激運チケットクエストやれば受ければわかるかな。今僕がですね、激運チケットマックスに持ってる状態でございます。まあ、こんな適当なクエストを選べば見えますよね。はい、こんな感じですね。5枚ですね、全部で5枚あります、激運チケットがね。これがですね、オーバーした場合ですね、オーバーした場合はどうなってしまうのかというまあちょっと検証動画でございます。はい、今ですね、午前4時、回りました、ちょっと回りましたということで、この状態で、ログインボーナスの激運チケットをね、もらうとどうなってしまうのかというのをちょっと検証してみたいと思います。ということで、ログインボーナスは特に何もクエストいかなくても、調査とかでも普通に良かったですよね。調査とかで。じゃあ調査で普通に適当に行きましょう。はい。調査。はい。調査で、一応、古代樹の森に来てですね、来ました。まあ、ここで何も特に、やる必要はないですね。このまま、リセットというか、まあ、帰還すればいいですよね。はい。探査から帰還ということで、これで、帰還した時に、ログインボーナスというのが出るはずなので、そこで確認できますね。ついに。激運チケットがオーバーした場合は、どうなってしまうのかと。さあ、やってまいりました。さあ、帰ってまいりました。ということで、右下にですね、ログインボーナスを取得するというのがありますね。じゃあ、三角を押してみましょうか。さて、どうなるのか。はい。何も起こりませんでした。はい。激運チケットが特に、さらに増えるということはなかったですね。はい。で、他には、まあ、トピック、とか、まあ、ボーナスアイテムとかですね、そちらはまああるんですが、激運チケットがさらに増えていくということはありませんでした。はい、ということで、まあ、激運チケットはもうガンガン使った方がいいということでございますね。はい、ということで、今回の検証はこの辺で終了したいと思います。ありがとうございました。